はい、永久校中の皆さんの勉強を応援するウェー,ー桜学校数学です。で、本日は2020年4月27日、えー、本日から中3の数学の内容に入ってきます。中3。数学教科書第1章式の展開と因数分解ということで。 A プラス B のカッコ2乗イコール A 次乗プラス 2AB プラス B 次乗というような式の性質を学んでいきますで私は講師を務めます船橋市議で予備高校講師の朝倉と申しますで私の市議としての新型コロナウイルス対策関係の発信は朝倉 m ある公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧ください それでは私、えー、とこの講座では中学校の数学の内容を今やっております中学校の数学はこのカリキュラムで本来は進んでいるんですがここの分野が3月の休校で学べてない部分でここの分野が4月で本来学んでるべき内容ですので ここの、えー、部分を特にフォローしていこうということで中1をやりましたで中2もここまでありましたすでに発信してありますで中3に本日から入りますで中3をここやりましたら、えー、中1中2の,あの未就分野のここの部分をやっていきたいと思っておりますで今私たちはコロナの危機の中で休校ということになってしまってるんですが、えー、ある時に数式を思いつきましたコロナ苦労と苦闘で割、えー 乗り切れば幸せの数字7となるはずだろうということで頑張ってまいりましょうそれでは本日はまず中1の内容を復習しながら中3の内容に入っていきたいと思うんですが中1の、えー、文字式のところでこの式をやりました A 括弧 B プラス C の括弧と字の2乗は AB プラス AC こういうふうにこういうふうにこうの水色の矢印みたいな順番でかけていくんですねでこれは実は面積で説明ができまして縦 A 横 B プラス C のこの土地の面積はこう2つに分化して AB というこっちの区画と AC というこっちの区画の和であるということはまあ、えー、見れば分かりますので、えー、実感できますね同様に本日は多項式の情報ということでかっこ A プラス b る c プラス D を扱っていますでこれは実はこういうふうに1個ずつ総,総当たり線みたいにかけていくんですね A×C そして A×DB×CB×D をかけていったものを足していけばいいとでこれも実は面積で説明できます A プラス B×C プラス D の縦横の掛け算の面積の土地の面積はこの各々 AC と BC と AD と BD4 つの和であるということは、まあ、この面積図で明らかにわかりますので あの難しくないそんなに難しい内容じゃありません。でただあの数学というのは積み上げですので中1で学んだ分配の法則を使いながらでこの、えー、中3の内容を証明してみましょう。A プラス B かっ C プラス D は中1だと計算できないんですけどここの C プラス D を塊とみなして E とみなします。でそうすると、えー、こ中1の法則で AE プラス BE に。えー 展開できますそしてこの E にまた C プラス D という元の式を代入してあるんですね。でそうすると、A、ここでもまた分配の法則が使いまして AC プラス AD プラス BC プラス BD というふうに説明できます。でこのようにあの式を掛け算の形の式を足し算に直していくことを式の展開エクスパンションというふうに言っております。で本日はこの式の展開がテーマです。それでは えっとその式の展開に関わる公式がえ情報の公式というのが四つありまして、えー、まずこれを今日は抑えるっていうことですね。括、え、弧、ー、a プラス x プラス a かける括弧 x プラス b イコール x 上プラス二 a あ二あ括弧、えー、a プラス b 括弧閉 x プラス a b です。でこれもまあこの土地の面積を考えればいい。これ x がこっちにあってそれに a を加えると。 でここに x があって、横に ab を加えると。そうしたら、その面積、これかけるこれの面積の相和は x 事乗と、それからここが ax、ax ですね。で、ここが bx です。で、ここに ab がある。という形になりまして、この形が出てきます。つまり、ここではこの2つの和がちょうど、あのここの x の係数になり、 この A と B の積が、ここの定数のところになるということですね。じゃあ次に A、A プラス B の括弧の2乗のときには、縦 A プラス B、横 A プラス B ですので、ここ A 次乗で、ここ B 次乗になりまして、ここ AB が2つあります。で、ここ2つある。 えー、2ab となってるってこと、ここを2を見落としやすいので書きあの、考えることをその、えー、なんていうか、抜いてしまうことが多いので、強調してきました、これ 2, 2です、これ2つ、コマがありますね AB のコ2えその次、a-b の事情のときには、ここがマイナスに置き換わるだけで、ここマイナス ab ですね、で、マイナス b の二乗はあの、マイナスのマイナスでプラスになりますので、ここは変わりません。 で最後、a プラス b カッかける a マイナス b というのは、えっと、実は展開してやると a 次乗、a 事乗マイナス ab、プラス ab、マイナス b 事情になりますので、これとこれが打ち消し合います。でそうすると、a 次乗マイナス b 事になるんですねで。これは和、a と b の和と、a と b の差ですね。 和と差の積は乗乗乗の差 A と B の差差 A とと B いうふうふに表現できますさてで、えっと、中学で使う情報の公式はこの4つだけですのでそんなに難しい問題ではないんですがただあの数学があまり得意でない子はこれが、えっとえー、その4つの公式が使い分けられなかったりするんですね。で これとこれ実質プラスとマイナスさえ気をつければ同じですのでまあ実質はこう3つです3つの公式を使い分ければいいんですけどそれがえっと苦手な子を教えたことがありましてなかなかこう区別があのその都度できないということの時にその子に対してはこういうやり方をお勧めしましたでこれは何かというととにかく掛け算となる対象この面積のように この片項、えー、を x プラス a だったらこういうふうに書いてみるとでもう一つのかける方を x プラス b と書いてみるとでそれぞれのプラこう縦横で出会うところにそのかけ算を書いてみるとでそうするとここのマスの中にも答えがその出てくるんですねでこれは a-b だろうと a プラス b だろうと a プラス b、a-b だろうとすべて同じ計算の式でできますので まあ区別がえ苦手な人はこの5番の目で全て書いてみるということをお勧めいたします。それでは次、x プラス a かける x プラス b えイコールこの x 上ここが和でありここが積であるという式がこれ結構使うんですがえこの実例について示してみたいと思います。でえ単純な2と3という絶対値の数字でこの式を当てはめたときでも実は ここのプラスマイナスでいろいろ差が出てくるんですね、x プラス2、x プラス3の場合と、x プラス2、x マイナス3の場合と、x マイナス2、x プラス3の場合と、x マイナス2、マイナス3の場合、それぞれ考えてみますと、これ、2と3の和ですので、5になります。で、これは6ですね、積ですから6です。で、ここは2とマイナス3の和ですので、マイナスが一つ、マイナスのが1つ多くて、マイナス1になります。で、マイナス1は単にマイナスと書きます。 でこれ2と -3 ですから -2 6, 6になりますでこれは -2 とプラス3ですのでプラス1になりますでこれ、えー、-6 ですねでこれは -2 と -3 ですので -5 になりこれプラス6になりますで単純な絶対値2と3を入れた場合でもプラスマイナスの符号によって、えー、こういうふうに様々な 分かれてくることがありますしこれが実は後である因数分解にも関係していますので、まあ、これ一回書いて二と三という単純な数字でいいですので,、えーであのー、実際に書いて計算して慣れてみていただくとよろしいかと思いますそれでは本日最後のテーマです情報の公式を活用し以下の数,以下の数を計算しなさい1 0の2乗999の2乗 1001×999 でこれは、小学校的には筆算をすすれば、えー、できま 1001×1001 100は100筆算である、999×999 99も筆算であると、1001×999 も筆算でできますけど、まあ、筆算でやると結構面倒くさいんですね。で、そこで本日の情報の公式を使ってやるときにはどうすればいいかということですが、1000という分かりやすい塊を考えて、1001を1000足す1とみなすんですね。 999も1000-1とみなすんです。で、1 0 0 1が1000プラス1、999は,は1000マイナス1とみなすと、本日のどの公式が使えるかということですね。この、特に後半の3つの式ですけど、この式と、この式と、こ,この式ですね。それでは、確認してみましょう。はい、こうなります。 1 0 0 1の2乗は 1,000+1 の2乗になりますそうすると1,000の2乗 A の2乗ですから1,000の2乗プラス 2AB ですから 2×1,000×1 プラス1の2乗そうすると1,000の2乗は100万なんですね千円札が1,000枚あったら100万円なんですが 1000円札1000枚というのは見たことないですけど、えっとまあ、100万ですねで100万と、えー、2×1000 ですから2000プラス1ですだから100万2001円という、えー、計算ができます999の2乗はどうなるかというと1000マイナス1の2乗ですので同じようにこれがマイナス2000になりますでプラス1ですねつまり100万円から2000引いて1円あとで足すということで99万8000 1> 1円ですすとなりますそれではこれが 1001×999 というのが感動的に分かりやすい数字になりまして1001は1000プラス 1, 1こっちが1000マイナス1ですので和と差の積で2乗の差1万から1円を引けばいいということになりますので999,999円ということになりますはいえー、でこういうふうにあのー ある数も2つの大きな分かりやすい数と小さな数に分割して和と差の積やあるいは2乗の公式を使うと簡単に計算ができるというところにも本日学んだ情報の公式のまあメリットというか使い方の1つがあります、はい、本日の内容を確認しますと本日の内容は特にここ,こ,こですねでこの4つの公式を使えるようになってほしいで苦手な人はその都度5番の目で えーかけるえー、2つの、えー、式を縦横に書いて5番の目の中心の部分にそれぞれの、えー、マスの掛け算が合わさったものを書き入れていくとここを足していくと答えになってるということですね。ということで、えー、まあ情報の公式慣れてみてください。えー、それでは、えー、明日はあのー、素因数分解いう話に行きます。えー、本日はごご聴ありがとうございました